どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。ついに来ましたね、バトルパスパイレーツトレジャー。じゃあというわけでやっていきましょう。こんな感じですね、バトルパスのあれは。見た目がやっぱりがっぽり変わってますね。僕テストサーバーやってないんでよくわかってないんですが、こんな感じの見た目になってます。していいかな。はい、深海フレームエピックすべて、はい、これでいこう。アイオちゃんのスキンが最初もらえるんですね。で、どんどんやっていくと10レベルで落下数、30レベルでメイブ、50レベルでインちゃんで、裏面ですね、バトルパス裏面行くと20レベルでメイブ、30レベルで落下数。これあれだね、マコアのあれみたいだね。で、40レベルでインちゃん、50レベルでアイオちゃんということで、こんな感じになってます。よいしょ、じゃあ早速やっていきましょうか。プレイ一旦シーシーで、ああこうやってもうここで選択できるようになったので、ね、かなり楽ですね。シーレス襲撃オンにしたりとかすんなりできるようになったみたいです。じゃあこれで待機球入っていきましょう。さあやっていきましょう。マップカエル島ですね。ダメージ取っていきます、取っていきます。8、Never you fear. We'll get them looking ship shape. はい、さあやっていきましょう。お相手3ダメージ1タンク1サポート、まあグロークがどう出るか分かりませんが、そんな感じです。やっていきます。さあやっていきましょう。そうですね、今回アイオちゃんいるしバースモードでいこうか。相手ストリックスいるしね、そこ対策でバースモードでちょっと遠距離射程でも戦えるようにバースにしていきます。相変わらず買うアイテムは小尺でいきます。あー、このルナちゃんにもつくんですね、かわいい、かわいい。まあ、このマップ結構見渡せるんでフレアいらないよっていう判断でしょうかね。こっちフランクいないですし、ライブレですね。どうしようか。視点バグは治っておらずみたさあ行こうか。遠くからチマチマ行ってお前。お、落下水場所で当店秒で壊されるんじゃないの、それは。まずいまずいまずい。お前うまいな。
っちうまいな。おお、すごいすごいすごい。エネミーキリングスプリー。なんとか最後止めれましたが、なんと本当なんとかって感じでしたね。ちょっと、何が痛いのはドレッチな気もしますが、むむむむ、ちょっと考えどころですね。さあ続いてやっていきましょう。ナイス、いいですね。これは難しい。さっさっさ、いい位置だな、あのミスルクス、うまいな。お前ブラスシールド買います。でリジェネも買おう。さあでもバーストにしといてよかったですね。かなりカーディオだったら若干きつかったんじゃないかなって感じです。僕のラッカスがガルガルちゃんくらいでしょうか。まずいThank you.
下にいるのね。Push the payload. 30 seconds remaining. ほっ。うわー、今のすげえ。2なんだが、そうだよな。活性が2に積みます。ブラストシールド積みたいところですが、ちょっとお金が足らなかったですね。Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. さあ行きましょう。二二ですね。そことヒルトに行くのはちょっとリスキーですね。ナイス。おお。ありがとう。まずい。いいグレ、ないグレだな今の。さあ結構しんどい試合ですね。しんどくなってきましたね。さあさあさあ、グローク向こう側任せましょう。左側はグロークに任せて一緒にポイントを上げていくというのがいいでしょうか。お前。さあポイント運びきれるかというかタッチできるかって感じですね。ちょっと厳しそうですかね。はっきり触ってるね。いいね。
サードある。お前。あと31、あと31で。ヘイブンスリー。いいぞいいぞ。ナイス。ナイス。運び切ってくれた。マジか、すごいな。ナイスでしたね。ガードがやったからそれかな。多分トリプルキルぐらいであれでしょうね。クワドラキルまで。ありがとうございます。さあこんな感じで、へえ、ジジ、まあこんな感じでした。ちょっと戦績の見方よくわかりませんが、チャレンジこうかな。はい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 、ミッション的なね。でこんな感じでしたよと。結果こんな感じですということで、いやかなりダメージ稼ぐことできましたね。結構死んでる回数はかなり多かった、本当に多かったんですが、まあなんとかその中ではポチポチ頑張ってた方なのかなって感じです。はい、そのわけで今回はここで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。